一生分の卵食べた感じ。お茶どうぞ。ありがとう。あの、さっきはごめんね。私の父は昔優秀な記者だったの。子供の頃から私は当たり前のように父を尊敬してた。誇らしかったし、何より自慢だった。だけど社長に就任してからその面影はどんどん消えて、保身に走ってばかりになった。それを指摘すると父は全く関係のないことで私を否定するようになっていった。私は父と話がしたかっただけなのに、何気ない親子の会話ですらいつの間にかうまくいかなくなってしまったの。何を言われても言い返せない自分が情けない。何？赤くなってる。やけど？え？あ、油が跳ねたかな。冷やさないと。私ほんと自分のこと何もできないな。ごめん、変な自分語りまでして。そんな風に言わないでください。うん、いいんですよ、好きに話したって。何も気にする必要ないじゃないですか。なぜそんなに遠慮しているんです？ごめん、そろそろ私寝るね。そんな顔してどこ行くんですか？だってこれ以上吐き出したらダメになりそうなんだもん。俺を使ってください。誰も見てません。俺は家族でも会社の人間でもありません。誰でもありませんから。未明、東京都丸区の路上で40代とみられる男性が倒れているのが見つかりました。男性は怪我をしていますが、命に別状はないということです。警察は何らかのトラブルがあったとみて。次は、うん、お願いいたします。京介くん、ごめん、お待たせ。アキラさん、本当にありがとう、助かった。大事な資料。いえいえ、間に合ってよかった。よう、京介くん、こんなところで何してんの？